ロジャイエは、モンテネグロ北東部の町、及び、それを中心としたオプシティナである。2003年国勢調査の時点で、自治体の人口は22,693人、町の人口は9,121人であった。三弱地方に位置し、母子逆人やムスリム人を自認するムスリムの住民が多く住む。ロジャイエが、歴史上に、初めて登場するのは、 1571年から1585年にかけてのことである。1797年には、口氏族に属し、オスマン帝国を支持するムスリムによって、帝国の防衛のためが日の塔が築かれた。バルカン戦争後の1912年に、モンテネグロ領に編入される。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中の1992年には、ボスニア・ヘルツェゴビナの方茶チャから ボ主ュニ人が逃れ込んできた。また、コソボ紛争中の1999年にも1000人ほどのアルバニア人がロジャイエの南に住み着いた。ロジャイエ自治体の人口は22,693人であり、うち9,121人がロジャイエの町に暮らす。また、モンテネグロにおけるボ主ュニ人の中心都市ともみなされており、総人口の過半数を占める。 2003年のモンテネグロの国勢調査によると、ロジャエジ地帯の民族別の人口構成は、以下の通りである。モンテネグロとセルビアとを結ぶ、幹線道路、ロジャクラペーチ道に面し、ノビパザルやセルビア中央部とつながっている。また、30km ほどのところに位置するモンテネグロの、ベラネともに車線の幹線道路が通っている。ポドゴリザ空港とは1 8 0トルほどの距離が、 あるありがとうございます。